めっちゃ寝れた。寝れた？狭くなかった？全く。余裕だね。うん。気温もちょうどよかった。確かに。日差しでも起きなかったね。うん、曇りだから。うん。あれ、羊蹄山見えてる？嘘だ。全く見えてないわ。むしろ昨日より濃いんじゃない？雲が。本当ならこのバックガラスからドドーンってふもとっぱらみたいな感じで、うん、予定さんが見える予定でした。また悔しい。虹顎になってるんだよ、この体勢やめてほしい。あれ、寒くなかった？うん、湖でもこれやりたい。うん、テント立てて寝ど、インナーテントとかの寝床を作らないで車に寝ればいいかもね。それめちゃくちゃいいじゃん。そしたら風強くてもテントの中でうんご飯食べれるし、しかも地味にここにさ靴ちゃんと置ける場所あっていいよね。うん、ステップ、ね、寒いのに寒サンダルなの、うん、寒っ。これ全然もうタープの下でご飯とか食べれないレベルで寒いじゃん、うん、冷えるよ体。うん、いいじゃん。めちゃくちゃいいよ。動物第1位モモンガ。今さらっと島のこと裏切った、もしかして。あ、島裏切っちゃった。第1位は島か。パチクポーポーピーみたいなやつが4人で喋ってると思ってたのさ。したら毎回そのセットだから1人だったの。その次もそうなんだ。ピーチクパーチクポーポーピーってってことは1匹の鳴き声なのさ。あいつかな。え、違う違う、どんなだっけ。ピーチクパーチクポーポーピーそんなやついる？いた。これさ、ここ全開にしてるのにさ、ちょっとこの中にいるだけでさ、かなりあったかくない？やっぱ風がほぼないから、あったかい。
でもこっから入ってくるじゃん、うん、だから寒いかなと思ったの。ああ。いやここの網戸絶対買おう。 DCM 行く？行ってみるか。安いやつ、うん、あっち側のアンヌプリはね、うっすら見え始めてる。ほんとだ、ちょい見え、雲海みたいな感じになってる。あ、もう、うん、あ、やばいやばい、もうご飯食べないとチェックアウトが迫っちゃう。食べよっか。いないぞ、ケイトの言ってる鳴き声のやつ一向に現れないぞあんた嘘ついたろ。いや、今日もさっき聞いてたよ、動画に収められてると思う。かっこ、昆布がなかったのよ、家に。しなぎる？うん、県の好きな、なめこ、味噌汁。ありがとうございます。飲みたかった、久々に。あ、ちょっと出汁さ、あ、うわー、うおー、あ、やばい。一度火を止めまして、週ぐらい、これさ、なんか便利じゃん。うん、県が大好きな乾燥海藻系。あ、はいはい、あ、ダブル。あ、ありがたいです。こっちが磯海苔、こっちが麩海苔。あ、どっち、どっちも入れるの。あ、どっちも入れるの贅沢だね。で、ひとつまみずつだよ。そうね、いいね、海苔たっぷり。これ高いの？よ、安い？うん、いいね。今日ホタテ丼でございます。はい、久々ですね。みんなこっちどうしたんだこっちから私がさ、じゃあいただきます、開けたらさ、ホタテたちがさ、いらない、逃げてんだわあ、いいね、完璧。完璧ですね、もうプロだね。めちゃくちゃ完璧、これは。やっぱ水210かな。210だね、うん、ちょっと多めの方がいいんだ。うわー、分厚、今日の。新鮮だよ、絶対、うん、見た目でわかる。うまそう。見たらわかる、うまいやつやん。なんだっけそれ。宮川大好き。あ、そう。見たらわかる、安いやつやんお祭り男の宿命。安いヘルメットみたいな渡されてやばいね、これは。そしてそしてそして、うわー、うわー、もっともっと羽振ってほしい。うわー、うわー、やばい、よだれ。ちょっと軽く塩。いいね、こういう、うまそう。でもちょっといっていいか、うん、で、レモン。うわー、うわー、うわー、ちょっと天才だ。最後薬味で、はい、うわ、完成です。生ホタテ炙り丼、シンプルが一番。マジでうまそう。食べよう食べよう食べよう。うわ、これ、うわ、キュート、ありがとう。ちょっと醤油かけた方がいいか。もうちょっとか、うん、ありがとう。毎年やってるね、ホタテ丼、うん、うまいんだよ、これが。じゃあいただきます。いただきます。ありがとう。ケンの大好きななめことふのりだありがとう。うわー、優しい、最高。めちゃくちゃ薄味。ふのりうまっ。うまいね。うん、本日の目玉。
いただきまーす。まだ新鮮だよこれ。うわマジか。うわマジ。炙ってよかったね。ね。うまみがめちゃくちゃうまい。うん、まっ。もうホタテ結構したね。あ、お値段？お値段。まあ結構入ってるか。うん、量。これで2人で900円だから。出ました。感情。どれぐらい安く食べれたかの感情。そう。1人当たり500円。なんか私さ、うん、あんまこのふのりみたいのあんまっていうか買ったことなかったんだよ。俺も買ったことないかも。でも親は買ってるじゃん。そうそう、ケン、うん、の実家行ったらさ、海苔の味噌汁めっちゃ出てくるじゃん、うん、で、ケンがこれうめえとか言ってるから、うんうん、買ってみたらめっちゃハマった。体に良さそうだよね。いいっしょ。ケンの母ちゃん生海苔とかもめっちゃ買うじゃん。買うね。そんなの買ったことなかったんだよね。生海苔高いよね。高いし結構賞味期限が短いから、うん、ちょっと躊躇するけど、うん、めっちゃ美味しい。ケンちょっとお貸して。いやケンそんなにいいよ。いやいいよ、私今食べたから。毎回さ、ホタテ丼やるときにさ言ってるけどさ、身がピーンと立ってるホタテとなんかベチャベチャしてるホタテがあって、うん、いや新鮮なのはもう本当に身がピーンと立ってるザクザクいう感じなんだよね。まさにそれ今日のやつ。ザクザクのホタテ。今時期なのかな。うんね。キノコ系食べてる食感じゃない。エリンギとか、はいはいはい、ザクッとなんかこう、うん、繊維を食べてるような感じ、うん、マジでうまいのよこれ。甘みが全然違う。このさ、ニセコとかの名産って何なんだろうね。野菜なんかそういうの買えばよかったかなと思ったけど、海ないから野菜だよね、うん、野菜だね。なんか無農薬の野菜とかめっちゃ売ってるよね、道の駅。車中泊旅始めたらさ、いつか、うん、道の駅結構メインで巡るじゃん、うんうん、メインでっていうか今より多分経由するじゃん、うん、楽しそうじゃない。全国の道の駅巡り、めっちゃ楽しそう。回りたいね。時間が足りないね。行きたい場所がありすぎて遠いからね、うん、北海道内も。てかそろそろさ、計画しないともう今年四国行かないで終わると思う。キャンプイベント終わってからちょっと落ち着くじゃん。7月か8月行く。7月後半とか無理。あ、無理。父ちゃんの還暦祝い旅行あるから。あ、そうだった。8月目標、8月暑いんじゃない。あ、そうだ、そういう問題もあるんだよな。9月か10月でいいんじゃない、うん、去年ふもとっぽり行った時期ぐらい。そうだね。去年のあの時期は失敗したじゃん。寒くてストーブ持っていけばいいのか。うん、でもふもとっぽりは特別標高高いから。あ、四国とか、うん、広島、岡山のキャンプ場がどうなのか、うん、ちょっとこの間プロダンスの帰りに一杯だけ飲みに寄った柿屋さんの、うん、広島の柿と岡山の柿が美味しすぎてめちゃくちゃうまかった。今年の目標は四国で、でも四国までせっかく車で行くなら九州にちょろっと寄って帰るか、うん、やっぱ行ったことない広島、岡山あたり、うん、中国地方、うん、寄って帰るかどっちにするっていうのは永遠と決めれてなかったんだけど、うん、もうあの柿で本決まりしたよ、うん、どうせフェリーもそっちじゃん。あ、京都の方。そうそうそう、うん、楽しみ。フェリーで京都なんて。いや俺さ、琵琶湖も行きたいんだよな。やめた、やめよう。行きたい。迷っちゃうから、もう琵琶湖はいいや。もうもう四国。いや私さ、そしたらさ伊勢神宮も行きたいんだよ。そしたら三重の桑名行きたいんだよね。行きたい。うん、ハマグリ。そこまで行くならさ、なんか岐阜とかも行きたいんだよ、うん、奈良もいいらしいよ。和歌山とかもいいらしいよね。白浜行ってみたい。なんか美味しいソフトクリーム屋さんあるらしいんだよね。でも日本一周した方が早いじゃん。逆にその方がお金かかんない。無理だけど。ん、去年が10月だよね。の1週目かな。だからもうちょっと早めに出発する形にして9月の後半ぐらいにね、で2週間ぐらいでケイトの誕生日旅行みたいな感じで。ん？ないないない。いや、ない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 。ない違う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 。
ケイトの誕生日近いからケイトの誕生日旅行にしちゃおう。いやいや、違う、しちゃおうがおかしいのよ言い方がおかしいのよ。いやいや、しちゃおう。私10月後半だから、うん、だから10月 入るからさ。いやいや、9月の後半から入って10月の前半ぐらいまでで、10月の前半、10月に入ってるから、まあいいか、そうしようか。え、じゃあその四国かさ、中国地方のどこかで一泊さ、私の好きな温泉宿入れていい？サウナ付きの？いいよ、自分で決めるんだ、誕生日の人が決める。宿とか探すの好きだから。うん、まあ、ケンも探して、うん、私が見つけれなかったやつをケンが探した分にはいいんだけど、いい、自分も探したいなと思って。うん、いいよ。去年の誕生日本州遠征は行きたかった温泉宿行けなかったからな。ああね、何持ってんだ実は。なんだっけな、イベントがね入ってしまったんだよね。半年ぐらい前から予約してた、そのもうこの時期には10月の予約を私が してたんで。そうだよね。で絶対そこに行くって言ってたんだけど、そこに行けなくなったそこその人もドンかぶりしたんだよね。ダメだった、ダメだね。だからいいや、そう、四国と中国地方のどこかのなんか素敵な温泉にしよう。だからあれでしょ、トラベルトゥ市四国の市、中国地方も行くからさ、市地でいいんだよ。市地、うん、四国中国でトラベルトゥ市地。市地かわいい、美味しかった。もうタープ片付けるだけでいいんだ、楽ちんだね。いや楽ちんだね、いいね。いや羊蹄山さ見えてたらもう一回サウナ入って帰ろうかって言ってたんだけど、見えてないので次だな。また次来た時にサウナは入ります、リベンジ。 RV パークくっちゃんだっけここ、うん、ちゃんと言ってなかったかなと。ああ、言ってないかも。なんか俺ちょうど腰の部分さ、あのマットがさなんかちょっとよれてて、え、痛かったの？腰痛かったんで、今も右側ちょっと痛い、だからあのマットだったらね、サイズがでかすぎて、うん、横幅はぴったりなんだけど縦がなんかこう曲がっちゃうのよ、うん、少し。その関係でなんか多分腰のあたりも少し曲がってて、うん、私も腰痛いんだよね実は。腰だったいやもうこのタープの低さのせいかもしれない。あ、なんかタープ低くしたからさ、昨日風強くて。そうそうそう、昨日は結構腰やられた。いや危険だよね、なんか1日やらかすだけでさ、うん、すぐ再燃するじゃん、腰痛って、うん、最近まで調子良かったわね。私腰痛治ったと思ってたもん。まあいいんじゃない、いろいろ対策していけば。そうね、あとはこれからね暑くなるからね、その網戸問題、網戸ちょっとつけたり、ちょっと次はもうちょっといろいろ対策して臨みます。ダイソー行きたいね。ダイソーとかセリア、セリアか、セリア行って車中泊グッズいろいろ見て。楽しいね、新しいことをやるのは。うん、よいしょ。なんかあれだね、もし見てる人さ、視聴者の方でさ、フリードぐらいのサイズの車持ってて車中泊してる人がもしいたら、なんかおすすめ車中泊グッズ、これをつけるだけでめっちゃ快適だよみたいな、うん、できれば100均とかのやつ、うん、そうそうそう、DCM とか、うん、でもし、うん、あれば教えてくださいなんか自分たちでも調べてんだけどね最近、うんうん、まだ情報が少ないよね、うん、あ、情報集めれてる情報が、ね、あと夏はやっぱ車中泊はきついよね、暑いよね、うん、ファンとか回すのかな、うん、窓のところさ全部網戸にしたとて暑いよね、うん、そうだよね、来月ぐらいまでじゃない、6月ぐらいまで。そう、あったー、久々だ、やってるやってる。今年初ですね、一番好きなソフトクリーム山中牧場な、なんつった今牧場、牧場、山中牧場本店山中牧場にもいろいろあるんですけど、うん、ここが一番、ここ一番ですね、私たちの中ではね。
あっさりカスカス、牛乳、ザラザラ、すべて揃ってます。ちょっといい？詳しく説明しても、ニセコ方面とか、洞爺湖方面、行くときに札幌から、高速に乗っていくコースと、下道で行くコースがあるんですよ。その下道のコースで行くと、まあ、札幌のどこに住んでるかにもよるんだけど、まあ、札幌の大通りからだとして、下道コースだとここは通らないんだよ、その高速道路コースだとこう通るんだよ、そうだね、私たちはいつも行きは下道で行って、帰りはもう片方の道で帰ってここに寄って帰るっていう、そうだね、で北海道でキャンプ旅行する人は、こっちのルートから行くとこれがあるっていうのをちょっと覚えていただけ、こっちが小樽方面になるから、小樽行きたいでしょみんな。あ、そうだね、だから一度は行ってほしいね、小樽経由して札幌に帰れるコース、かつ山中も経由できると。そう、エースコーン食べたかった。安いよね、340円って安いよ ね、これだよね、今だいたい450円ぐらいするよね。結構ね、ソフトクリーム値上がりしてますからね。やっぱさ、普通の人たちってさ、1人1個食べんだね。いや、そうでしょ、普通の人たち2人で1個の人、私見たことないよ。でも1人1個多くない？いや、多い多いね。多いっていうか、その朝ごはんとか食べ過ぎてるから。そうだね。うまっなんか、あれみたいだった。こう千葉新一千葉新一みたいだった。やんないよ。関根勤の千葉新一みたいだった。本物の千葉新一を何なら知らないもんね。知らないね、関根勤のやつしか。わあ、表面ザラザラ。うまっ、めちゃくちゃうまいやん。やっぱこれだな。チーズとかも売ってんだよね。牛乳も売ってるし、なんか濃厚、なんて言えばいいんだろうな。ちょっと表面、これをね伝えたいの。このね、これあっさりじゃないのかな。このね、表面がね、ザラザラしてんの分かんないかな。これはじゃあ、ここザラッとしてるでしょ。ここ見て、ここ、なんかガッ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 ってなってるでしょ。なんか出してる時からもうなんか滑らかーじゃなくて、なんか、なんか多分モードが粗いモードとかなんだろうね、きっとね。なんか氷？氷？ちょっとわかんないけど、氷っぽいわけじゃないんだよね。いや、そう、シャーベットではない。結構温度低くない？お、温度？それソフトクリーム温度低いでしょ。いや、他よりもちょっと温度低くない。結構キーンじゃん。結構キンキンするかもね。なんかチーズっぽい感じするかもしない。ちょっとだけチーズ感あるような気がするんだけど。ない。私あんまチーズっぽいの好きじゃないんだよ。でもこれ好きだから、あんまチーズ感わかんないけど。すごい後味すっきりなんだよね。ソフトクリーム食べた後ってさ、水飲みたくなんだよね。すごい、もう甘ったるくて。でもこれはあんまりならない。水飲みながら食べてる感じだよね。というわけで、ちょっと今回のキャンプは快適なようでちょっと寒かったりして、ちょっとよく分かんなかったけどね。なんかテントを持ってきた方が良かったんじゃないかなっていう後悔が残りましたけど、まあ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 、こうやって学んでいくんですよ。そうなんですよ、次は決まってないね。次のキャンプはまだ未定だけど、函館に行きたいなーなんて思ってて、でもうちょっとで県の誕生日だから、県の誕生日旅行になるから、2泊3日ぐらいで函館行きたいな。いいね、いいね、考えてますけど、行きますか。コナンの聖地巡礼もしつつ、なんか刀とか持っていかないといけない、記念写真撮るのに。気球とか大丈夫？それは無理。ネタバレするからやめて刀ぐらいならいいけど。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。どこに行こう？え？何やってる？何やってるの？息合ってんな2人、すっかり親友か。牛と鳥なのに。